よろしいですか。いきますよ、はい、第2問、飼い主さんの鼻を猫の鼻にそっと近づけると猫語で仲良くしようという意味になるって本当、これ2択ですけれども、 A 本当、 B 嘘。ちょっと気になるよ、映像気になるな。そしてかわいい、すごい二足歩行じゃん、もうコロコロに反応しちゃって。かわいい、違う違う考えろ。何をじっと見ている。正解の方、はい、お願いします。どうぞ。じゃあ B で。お、割れた。A がどっちだっけ、本当、 B が嘘、はい、嘘。ちなみにこれはなぜ。いや、私はその、うん、たまたま何で見たか忘れたんですけど、はいはい、その猫同士がこうやって鼻やるのと同じにしたかったら、うん、こう手、拳出して、そう、拳出してコツンって原監督以来の、あ、そうですか。だから、そうじゃない、嘘だ。そうですね。アレイさんはいかがですか。私はもうあの子のことを信じたい。じゃあ正解、じゃあ私の方からいきたいと思います。正解はドルル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 ね、え、じゃあこれそういうことだってことで、編集長そうなんですね。はい、あの正解は A になります、はい、で、あの匂いを嗅がせることで、うん、猫に仲間っていうことを認識させることができるんですけれども、でその時にあの先ほど志保さんが手をっておっしゃってたんですけど、はいはい、それも決してあのあながち嘘ではないんですけれども、あの鼻の方が猫と目線をうまく合わせられるんですよね。でなんか姿勢が低くなって近づくことですごくあの安心できる仲間だっていうふうに思ってくれるのが猫なので、うん、はいはい、あのそちらが正解になります。なるほど。はい、でもちなみに猫カフェで撮影とかもよくするんですけど、はい、やっぱりあの最初鳴らせるときには鼻だと結構近すぎてビビっちゃうので、結構やっぱ最初手をやったりもするので、はい、第一段階した手でいって最終的には鼻同士 の方が、僕もちょっと友達、男友達にやってみたいと思います、ね、対人間はどうなんですかね。急にどうしたのみたいになるかもしれませんからね。、はい、じゃ